ちは、園長です。今日は新しいご提案を一つ。皆さん、老後の資金はどんな形で調達しますか？いろいろなパターンが保険でも準備できますので、ぜひご相談ください。そしてこれは以前から申し上げている一般的な金額ですが、だいたい月額20万円ぐらいで生活するとして、でもそれはお家の家賃だったりローンだったり修繕費だったり医療費に生活費に光熱費がありますよね。その上にもしも介護等が加わったら、その経済状態で賄えるでしょうか？そしてこれはだいたい見当つきますか？ご夫婦でいらっしゃればどちらかがしてくださるでしょう。もしお一人でしたら、自分の介護はどなたがしてくださるでしょうか？身の回りの面倒を見ることだけが介護ではありません。例えば突然の不調を誰が見てくれるのか、そういったことも介護の一つです。そして最近の生命保険にはこの言葉とこの言葉、この2つのフォローができる保険もできてきました。どういったものなのか、ぜひ話だけでもお聞きください。お待ちしています。